ちは。こんにちは。どうしました？あ、いや、たまに ね座り心地のいいこのチラの椅子でね、はい、座椅子を頼むのさ、まだ来ないんだ、うちに。その前にソファーが来たの。ソファーが来た。そうそうそう。座椅子ね、なんか座椅子もあるんですよね。座椅子はある。座椅子もいいんだよ。そうですよね。で、座椅子欲しくてさ、はい、座椅子頼んでたんだけど、なんか頼み方が悪かったのか、なんか来ない。忘れられてるかもしれないですね。見てたらぜひご一報いただければすみません、幸いでございます。今日は豊さん、ガイアホラー守ったことがあったって言ってたじゃないですか。で、そうやってほら臨時でね、いろんなとこ守ったりとか、もともと守れる選手いたりとかありますけど、豊さん、あのね、はい、俺はバッテリー以外全部一緒にやってるからね。え、ピッチャー、それもある程度レギュラーで全部一緒に出てる。例えばその学生の時ちょこってやったとか、そういうことじゃなくて。いや、そんなもん、学生の時からあれしたらやってないの、キャッチャーだけだよ。ピッチャーもやったんですか？中学の、なんなら中学の時はキャッチャーだ。全部やってるじゃないですか。まあ大体全部やってる。でもプロで7ポジションやってる人っていうのはなかなかいない。じゃあ太陽時代にどこ、まあもちろんね、セカンドとかあれですけど、太陽時代どこ守ったんですか、臨時で。臨時、臨時でも、いや、最初に出たのは1年目の時、田代さんが怪我して、はい、サードから出たよ、サンデー。サード、はい。いや、だからレギュラー取ったのはセカンドでしょ、はい、で、その後、セカンドとショート入れ替えるってショート行ったでしょ、はい、で、外野行って、はい、レフト行って。レフトですよね。あ、その前に屋敷が怪我したってセンター守れるかっつって、センター行って、はい、で、また内野戻ってきて、レフト行って、はい、で、ライトまで行ったんですか、最終的に。やったよ。最終的にはレフトで終わった。あ、セカンドじゃなくてレフトで終わった。終わった。いや、セカンドのイメージしかなかったです。そうか、はい。すごいですね。ほら、ちょっと例えばほら、内野手がキャッチャー足りなくなって、例えば公式戦でキャッチャー守りましたとか、そういうのってあるじゃないですか、キャッチャー、ちょっと1イニングとか、はいはいはい、2イニングとか、そうだよね、ありますけれども、7ポジションってやったやった。すごい。でも以前豊さんが内野大変だと、まあ、外野はその分気持ち的に楽だったよっておっしゃってましたけど、いや、それは精神的には違う。精神的に、まあそのポジションでさ、まあ、例えばファーストのポジションの特質というかさ、それは精神的には楽だよ、例えばファーストベースが近いわけだから、はい、で弾いてもピッチャーがカバーリング来てくれるから、ツアーパッドトスすればアウトにできるけど、ファーストの一番難しいところっていろんなボールが来るんだよ、内野手から、はい、例えばこの選手が投げたボールは必ずシュートするとか、キャッチャーがノーサインで小さな変化を取ってるみたいな。あ、そうなんだ。意外にファーストってボールを扱うし、はい、取るし、はい、難しいポジションなんだ。まあ、そうですよね、うん、そうなんですね、ファーストって。そうそう、だからもうローズ、はい、横浜の、懐かしい懐かしいだ、はい、あいつ肩も強いしさ、ゲッツーの時なんか目いっぱい投げてくるじゃん、それアウトにしたいと思うから。はい、えぐいよシュートが。これ西本さんかと思ってそんな、いや、そのぐらいするんだよ。だから一回落球したこと、取るの大変じゃない、大変なんだよ。あ、そうなんですね。でスライダー回転するやつもいるし、それぞれ、あ、この選手投げてくるからこっちに構えておかなきゃとか、やっぱ癖があるの、やっぱ選手だから、それをやっぱ覚えとかなきゃミスにつながるというね。まあ大概いい選手はまっすぐ投げてくれるけど、はい、でもこれ技とかっていうぐらい変化するやつがいるんだよ。あ、そうなんですね、で、進藤っていう前に内野手がいたんだけど、そいつが加減して投げてくるんだよ、加減されるとさ、また取りにくいんだよ、ボールが死ぬから。あ、それはそれで加減すんなとか言ったら、はい、思い切って投げてこいって言ったら、いや、的が小さいんですよ俺みたいな、俺のせいかみたいな的小さいから投げづらいんですわ。まあ大体180超えてるからね、ファーストの選手って俺170ちょっとだから、的小さみたいな、なんかこうやってバルタン星人みたいな可愛いじゃないですかいやだからそう言われた時に、あ、悪かったな、あ、逆に、そうそう、申し訳ないともう大きくしてやればよかったじゃないですか。だから低投してくる、低投してくる、やっぱ上は取れないと思うから。あ、じゃあ今度低めの球を、だから低めを取らなきゃいけない、大変ですね。だからファーストって意外に大変。あとファーストの選手足開きますよね、柔軟性ないと。
まあノリして開くことはないけどね。結構開いてる選手。まあ清宮なんかベタっとつくけど、あんなにしてたら股関節切れるから。ヨタさんやったことある？ないわ。そんなないわ。それはなかったんですね。まあファーストで、そうそう、まあ大変ということで。あと、まあ、セカンドはね、体の使い方が逆になるんだよ。はい。例えばゲッツーの時こう反転しなきゃいけない。うんうんうん。はい。でバックトスとかさ、うん、そういう細かい技が必要。だから右側をやってる人がいきなり左側のポジションやると怪我をしちゃうんだよね、はい、まあ、逆も言える。あ、体の使い方が違うし、使う筋肉が違う、はい、だからセカンドでずっと慣れてるから、はい、それはもう完全に自分のものにして怪我しなかったけど、はい、でも反転とか、うん、ゲッツーの時の勢いのつけ方、はい、ショートだったらそのまま走ってきて、うんうんうん、パンパーンと投げる方向がまっすぐじゃない、はい、でも一旦止まってセカンドって投げなきゃいけないから、そこら辺の難しさ、あとランナーが来た時の怖さ、ショートはこう見えるから、はい、ジャンプしながら投げたりとかできるでしょ。でもセカンドってこう取って投げるのに、避けるのに一瞬遅れるから、見るのもう近づいてきてるってことですよね。そうそうそう、あ、その怖さ、だからまあそういう難しさとショートって体大変ですね。大変だよ、まあ、頭も使って体も、そうだよ、やっぱ一番難しい。だから太陽って二遊間やったやつはハゲ多いんだよいやだって頭使ってるからそれは現役中じゃなくて現役終わってから、その、いや、それは現役の時はもうギリギリあるけど、ギリギリあるけど、でももう終わった途端に抜け落ちていく、タイムラグが生じるんですね。じゃあ今ね、現役でセカンドショーでやってる人たちはもしかすると引退後、その可能性、可能性はある。太陽っていうか DeNA の、ね、はい、選手たちは、まあ、3塁手サード、はい、うん、サード若い時はね、サードっていうのはそんなに難しくなかった、うん、前か後ろかな、だから待つか前に出るか、はい、この判断さえ間違えなかったらある程度できるんだけど、年を取ってから行くと力がいるポジションなんだよ。速い打球だからバンと受け止めて、そこから勢いをつけて投げなきゃいけない。三塁から一塁ってまあまあ距離あるから、ありますよね。だから結構力がいるポジションなんだよ。パワーがいる、守ってたら。だからそこら辺の難しさはあるね。サードは豊さん何歳ぐらいの時に、あ、一番最初だから20いくつ、その時は体も動くし、はい、瞬発力もバーンと出れるし、うん、だからそんなに難しいとは思わなかったんだけど、年、うん、取ってから行ったら35ぐらいかな、はい、の時にコンバートされて、はい、サードやれみたいな、嫌だとは言えないし、はい、でやったらやっぱ力がいるなと思って、やっぱセカンドやってたからさ、パワーがなくなってる。サードの肩の、あ、一塁まで投げる。だから一塁まですごく楽じゃん、はい、もうこんなんで投げれる、うん、でもサードってやっぱりしっかり投げなきゃいけないから、うん、だからそこら辺やっぱしっかりやっとけばよかったなと思ってさ、うん、結構何もやらないタイプじゃない屋敷さん言ってましたよね、そうそうそう、もっと練習すればってよかったのにって、無駄なことはしない、いや、無駄なことしたら体に疲れがたまっちゃう、うん、怪我にするなっちゃう。そうですね、だから怪我しなかった。それは一理あるかもしれないですね。ね、はい、サードはじゃあパワーが必要な、意外と年取ってから行くと疲れるポジション、うん、あと内野はあと腰とか、腰はもともと悪いんだよ。あ、もともと悪いから。ショートはやっぱ精神的に来たな。セカンドって一回ジャックルしてもワンステップ入れてもアウトになるんだよ、はい、ショートはなんないから、うわーっとって言ったらセーブ。あ、やっぱ疲れる。だってその守備範囲とかはショートもあれも変わらないんだけど、やっぱ難しいのはセンター寄りのボール、これがね、足が邪魔になるんだよ自分も、うん、あ、そうなんですか。こっちは手が前だよ、はい、足より、ああ、そうですね、はい、センター寄りってね、左足っていうか、はい、足の後ろに手があるでしょ、はい、だから処理が難しいんだよ意外と。あ、そうなんですね。それあんまり感じたことない人が多いかもわかんないけど、ね、やっぱプロ野球選手になると、はい、やっぱこの足の運びっていうのはすごく大事で、はい、だからそこら辺セカンドはそこら辺回り込むか、うんうん、飛びつくかでよかった、はい、そんなに邪魔っていうことは感じたことなかったんだけど、はい、ショートで飛びついてたら間に合わないんだ
だから、ね、膝使ってギリギリのところまで飛びつかないで処理すると、はい、こう足が邪魔になったりとか、はい、やっぱ反転して投げるのが力がいったりとかする、はい、あ、そうなんですね、うん、ショートはショートで、うん、で、見せ場の三遊間、はいはい、これは源田が言ってた投げやすいところで僕は取るんですよ、うん、もうそれ分かる、そこまで待ってってことですね、自分。いや、待つっていうかバウンドを合わすとかいうよりも、うん、早く取ってから投げれるところで取るという、うんうん、それがやっぱもう基本になってくる、うん、だすごい精神的に病んだ、病んですね、だから太陽時代二遊間やったやつは愛が多いんだよ。そこか、もうそうですね、そこにもう精神、お前止めろよ。そんなことないですよ。いや、そんなことあるか、そうか、あと歴代たどって、だからその一つアウト取れるか取れないかって大きいですもんね。それって一つのジャックルができないということで、そうですよね、それセカンドでジャックルしてもアウトに間に合う、でもショートでそれやっちゃうと間に合わない、アウト取れずにそれが向こうのチャンスになって1点とかってこともあり得るわけですもんね。精神的にだんだんサードツーアウト勝ってる土のグラウンド、うん、もうめちゃくちゃやる、もう死んだふりしようかなって思って、いやいや、おいや、本当にそのぐらいの進化になるから、なんか単価多めて、ああ、それもさ、ベースの付近っていうのはランナーが出てぐちゃぐちゃなんだよ、グラウンドが取りに行く、ほんでセンター寄りって言ったら足が邪魔するになる時あるでしょ、はい、嫌だな、絶対嫌だなとかさ、そういうのを思ってたよ、精神的にきますね、来る、うん、じゃあ外野行きましょう。外野ね、外野は精神的に逆に、精神的には楽なんだよね、うん、ただ一つのミスが大きなピンチを招くから、はい、それはやっぱり慎重にはやってたけど、はい、まずセンターから行くと、はい、センターの難しさってマシンで捉えた打球って回転がなくなるんだよ、はい、回転がなくなる球種ってナックルなんだよね、こうやって揺れるんだよ、だからよくセンターで、はい、あって落とす人がいるでしょ、取り損なう人が、はい、あれもうナックルしてる、あ、そうなんですね、ああだからあっていう、そうそう、のが起きる、だからその怖さと真後ろの怖さ、真後ろの怖さって見えないってことですか、いや真後ろってどっちに体をこうやって切るかによって変わるんだよ、ああ取り方も変わってくるし、ああ落下点に入る、もちろん後ろとの距離感も自分で見てなきゃいけないわけですよ、まあ、それはぶつかればいいんだけどさそれはいいんだよ、ぶつかってもぶつかっても取れっていう、俺は内野手出身だから、はい、分かってんじゃねえよみたいな思ってるんだけど、だけど真後ろの打球って距離感が分からなかったりとかするから、はい、こう横から見たらこう放物線っていうのが見える、はい、距離感、うん、でもこのまっすぐっていうのは落下地点っていうのが分からない時ある、あまだ下がらなきゃいけないか、意外に伸びてるなとか、うん、それは高いフライの真後ろだったら楽勝だよ、でもライナー線で飛んできたやつは難しい、そのセンターにいるときにまっすぐにボールが来るっていうのが分かるっていうのは距離感っていうのはバッターが打ってもう打った瞬間なんですか、いやそりゃそうだ、打った瞬間、あ、このぐらいの距離で来るなとか、そうそうそう、でもよくあるじゃないですか、ちょっと前行ってたら後ろの方にとか、意外と打球が伸びた、伸びたとか後ろの方に行ったら意外と前にっていうので、うん、そうそうそう、そういう距離感って、距離感って難しいんだよ、難しい、遠近も正面っていう、だから内野手でも正面の打球が一番難しいっていう、ああ距離感が分からない、まっすぐって正面って、はい、横ってある程度距離感が見えるから、うんうんうん、だから難しいんだ、だからセンターはそういう難しさがある、ただ両サイドレフトライト、はい、これはボールの切れ方なんだよ、ね、これ同じじゃないんですか、同じじゃないんだよ、左ってよく開いて走り打ちっていうとボールが擦られてるんだよ、ね、だからレフトってとにかくね、追えば追うほど切れていってるんじゃないかみたいな、あ、そういう気になってくるんで見えるんですね、そう、ただ左バッターが強い打球を打つっていうことはあんまりないんで、はい、あんまりね、うん、強い打球っていうのはもう越えていっちゃうから、うん、でもライトは右でこう体重乗せてくるからやっぱ強いボールが飛んでくるし、はい、まあ、左バッターでも引っ張ったらこうドライブする打球っていうのはそれはもうしょうがないんだけど、ヒットにしてもね、うん、だけどその切れ方が違うっていう難しさはあるんだよね、だから左の方、レフトとライトの方が追っかけていくってことですよね、打球、まあ、それとやっぱライトの方が肩がないとか、一塁ランナーをいかにサードにやらないかとか、そういうことを考えながら守らなきゃいけない、レフト前でサードに行かれるっていうのはそんなにないじゃない、まあ
よっぽどこう振られたような打球じゃないと、うん、だからそんなには肩っていうのは気にしないんだけど、ライトはやっぱ一三塁を作らせないためにやっぱチャージしなきゃいけないとか、はい、いろいろ難しさあるよね。あ、じゃあライトはやっぱ肩も必要になってくるってことなんですね、うん、え、ゆたかさん、あの、遠投って言ったら肩の強さ、はい、どうですか。いや、それは若い時は強かったよ。おお、あ、じゃあ刺したりとかしてました、うん、それ刺したことある。それはもう馬鹿にすんなよしてないです、してないです。お前小さいから何もできなかっただろうって言うのよ言ってみた。いや、だから外野で、うん、ほらよく今日はライト守って今日はレフト守ってっていう選手っていっぱいいるじゃないですか、大変。いや、それぞれも思考が変わるから、パチン、その瞬間スイッチが変わるんですね。だから左のポジションをやる人たちは野生的、はい、肉体派、肉食系、肉食系、はい、肉体派。こう右側をやる人はセカンドとか、うん、ステキ、ステキ、ライトとか、ライトとか、セカンドとか、セカンドとか、はい、ステキじゃないとできない。で、ライト、レフト方向の左側は野生にある、野生にある、うん、センターは、うん、あの倍、え？倍、両方、何が、ダメなの？両方ね。知的であり野生味もあふれる。一番だからセンター持てるじゃないですか。センター、いや、わかんないよ、どっちに転ぶかわかんない。野生味あふれる人がか知的に行くか、行くか、もう中途半端で終わるか。ちなみに宇高さんはどこ派でしたか。いいよお前、分かってんだろ、ここまで話をして。どっち知的、はい